ペントミノ。ペントミノは、ボリオミノの一種である。5つの正方形を辺に沿って繋げた形は、回転、競像によって同じになるものを同一と考えると12種類、ある。これらを総称して、ペントミノと呼ぶ。競像を別物とすると、さらに6種増えて18種になる、K, L, N, P, Y, Z は、競像が別物だが、I, P、U, V、 W, X は線対称である。これらを特に片面型ペントミノとも呼ぶ。90度回転まで考えると対称性によって以下のようにグループ化できる。ペントミノは多くのメーカーからパズルチーク玩具として発売されている。プラスチック製や木製のものが多い。代表的な製品に転用のプラパズルがある。 ピースの数が12であることから、各ピースを12星座や12子に見立てたデザインも発表されている。最も一般的なペントミノの問題は、12辺すべて使用して長方形を作ることである。3x20、4x15、5x12、6x10 の各長方形に対しての解がある。回転、競像による解は同一のものとする。 6辺ずつで 6x5 の長方形を2つ作る解もあり、その解から 6x10 と 5x12 のそれぞれ8種類の解が導かれる。x プイルンフトウィスブと並べると、下のような 3x20 の1つの解が得られる。320は2つしか解を持たないが、この解の中央部分を反転させることで320のもう1つの解を得ることが出る。 ペンとミの1セットで空所のある図形を作成する問題を総称してペンとミノファームと呼ぶ。空所の形状に制限はないが外部と点で接触していてはいけない。外形、空所ともに何も制限がない時には面積128の空所が最大であることが証明されている。制限がある問題としては外形は自由で空所は長方形。 外形は長方形で空所の形は自由。全体が、線対称や、点対称などの問題がある。数字はその条件下で確認されている空所の面の、最大値。他の問題として、12辺から1辺を選び、残った11辺のうちの9辺で選んだ型の1辺を3倍に、拡大した図形を作る問題がある。ペンとミの9セットで、3倍の大きさのペンとミの1。 セットを作ることも切る。多くの問題において、回の総数を手で求めることは難しく、コンピューターによって探索されることも珍しくない。一方で、前述のペントミノファームの証明は、機械的なものではなく、証明を与えた島内は、潜入観にとらわれる危険について、注意を促している。60の長方形に詰める方法の、前回は、 1960年にイギリスの都によって求められている。88の正方形の中央に2の穴がある。形は1958年にデーナ・スコットにより、貝が65個であることが求められている。ペントミノを利用して二人で遊ぶゲームがある。8X8 のマスに交互にペントミノを置いていき、置けなくなった方が負けになる。両者が最善を尽くせば、先手が勝つ。 ペントミノの各ピースの厚さを一辺の長さと同じにすると十二辺の立体が得られる。これらを立体ペントミノまたはプレーナーペンタキューブと呼ぶ。何種類かの直方体に組むことができの回がある。5X4X3 の3940通りについては、転用のプラパズルシリーズの 5X4X3 のものにファコムという愛称が付けられていたことがあったが、 それは当時その全数3940通りを計算した富士通のファクムファコム270シリーズに由来する。他に一種のピースのみを複数使用して直方体を作る問題がある。この問題に関しては、X 以外の全ての方に対して解があることが分かっているが、いくつかは50編以上を必要とする。25編で立方体にできるものもある。 ジョン・ホートン・コンウェイが考案したライフゲームにおいてペントミノがどう変化するかは初期の段階に考察された。N、P、U、Y、Z はすべて3から4世代で消滅する。V、W は2から3世代でパンになり、I、L、T、X は6から10世代後に信号灯になる。残ったかいペントミノは複雑な変化をする。 その変化を追いかける過程で、グライダーが発見されている。これは安定するまで2103世代を要する。最終型は8個のブロック、4個の蜂の巣、1個のボート、1個の船、1個のパン、4個のブリンカー、6個のグライダーからなる。F を含めたいくつかのピースは通常と別の呼ばれ方をすることがある。これはコムエによる命名で、 OZ の連続した文字になるように命名されている右の画像参照。ペントミノはソロモン・ゴロムが1975年に商標を取ったが少なくとも1982年の時点でそれは失効している。富士通で国産コンピュータの開発に尽力した池田敏夫には玩具メーカーの依頼で始めたペントミノに来るあまりテレビに出演して ペントミノの紹介をするに至ったというエピソードがある。参考、柏原久氏、IBM を震え上がらせた男換気出版 P131。アレクセイ・パジトノフは、ペントミノから、テトリスの着想を得ている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。